皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です、今日も私の著書、週刊手帳術の本の解説をしたいと思います。で、今日の、テーマっていうか、今日のお話は、億万長者の金言から始まって、目標達成するための、コツっていう話を、していっています。ということで、今日はもうその5回目の最終回になります。で、今日のテーマは、この能力を高めるというお話をしたいと思います。まあ、ちょっとその、最後のお話なんで、まあ、話のあらすじからお話しすると、コップの水をどうやって飲もうとしたときに、まあ、億万長者は水が溢れるまで待つということで、その溢れさせるためには、まあ理由と金の卵を持つことが必要ですよ、ということ。で、ただそれは億万長者の考え方なので、まあ、普通の人に当てはめると、目標達成ということになるというところで、まあその目標達成するには理由を持つということと、能力を高めるということが必要ですと。ということで、今日のお話は、目標達成するために、まあ、能力を高めましょうというお話をしたいと思います。で、この能力って、多分こう皆さんこう想像するに、いろんな能力があると思います。まあ、スキルみたいな、こう、技術的なこと、だったりとかすると思うんですけども、まあそういうことがすぐ思い浮かぶと思うんですけども、私自身は、あまり、こう、そこの、スキル的なものではなくて、もうちょっと、その、原始的なベースみたいなところが必要なんじゃないかな、というふうに思います。で、まあちょっとこれって、億万長者の金言の話をちょっとすっ飛ばして話しているんで、ちょっと、わかりにくいかと思うんですけども、水を溢れさせるっていうところに、まあ、ちょっと引っかかるんですけども、その、いきなりこう、技術、その溢れさせるようなテクニックみたいな技じゃなくて、その、しっかりと、その、溢れるまで、溢れさせるための技とか、あと、こう、待つっていうことの技だったりするということなので、まあちょっとその、わかりやすいテクニックというよりは、本当に、その、基礎となるような能力、こちらの方を高めていくべきじゃないかなというふうに思います。で、まあ実際、こう、どんなことっていうのが具体的な話をすると、まあ私自身は、運動するとか、あと、学習するとかっていう、まあ、この二つに関して能力を高めるべきだというふうに思ってます。達成するためなので、まあ、テクニックって多分必要だとは思うんですけども、きちんと、この、体力みたいなものと知力みたいなもの、まあ、運動と学習っていうのは、こう身につけておいて、こうどんなスキルとか、どんなテクニックにも対応できるような能力という意味で、この能力という言葉を使っているんですけども、まあ、そこのベースのところを高めていくと、まあ、ありとあらゆるとは言いませんけども、大半のことに、その、達成できるベースになるんじゃないかなというふうに思っています。なので、日々の、こう、努力みたいな、そっちの方になっていくと思います。で、私自身は、こう、趣味として、ジョギングとか、まあ、読書をしたりとか、学習、資格を取ったりとかっていうことをしてるんですけども、それにはちゃんとこう、まあ、全体の理由とかっていうのがあって、その、達成するために、どんなことを、こう、能力として高めておかなきゃいけないかな、
っていうことを考えたときに、まあまあ、この二つが思い浮かんだんで、特にこう、それをこう趣味と絡めて、やるようにしています。ということなんですね。なので、まあ実際じゃあ皆さんがそれをやるかどうかっていうのは、まあ皆さん次第だと思うんですけども、ただ、私自身が、こう、50年近く生きてきて、で、まあ、その中で、あ、こういうことだろうなと思ったのは、その金の卵を産む能力と、まあまあ、そういうものを持つということは、お金とか、こう、時間とかっていうところの、なかなかこう、できそうもないことよりは、こう、自分でコントロールできる、その、体力とか知力とかっていう、そういうことを高めていけば、まあ、達成とか、まあ、もうちょっと大胆に言えば成功みたいなものに近づけるのかなというふうに思ってます。ということで、大金持ちというか、まあ、億万長者の金言から始まって、一般の人が、普通の人が成功するにはどうしたらいいかというところのお話をさせていただきました。ちょっと、最後なんで、もう一回、目標さ達成するためには、きちんとこう、達成するための理由を持つということと、もう一つは、そのための能力を、高めておくということが必要かな、というふうに思ってます。ということで、このお話は以上となります。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。